今日ははるばる、宮城県から、はい、佐伯さんという方が来ていただきまして、普段は演劇をなさってて、今演劇の世界もなかなか厳しいものがあって大変なんですけども、震災の後その復興事業といいますか、子どもたちに見せることがいいのかね。そうですね、子どもたちの現場に行っていろいろ、一緒に遊んだりとかするようなことがよくありましたね。ああ、それで劇を見せたり、はい、公演を見せるというよりは一緒に何か体験したりとか、体を動かしたりとか声出したりとかっていうことが多かったです。そういうことで、県や市には文化推進団体、事業団、事業団というのがあったりとか、振興財団みたいなのがあったりとか、文化振興財団とか文化振興事業団などというところがあって、そういうところから、今はお金が出たりする。復興関係はまた別の文化庁なんですけど、国が元なんですけど、復興関係は文化庁から出たりとか。そういうことで、活動はなされるんだけども、普段はなかなかその今はね、そうですね、はい、演劇で食べていこうなんていうことは難しいという話だったんですけども、はい、その辺を含めて、そもそものきっかけは私の映画を見てくださったんですけども、一言ご挨拶をお願いします。はい、映画を見てもうすごくこう、なんていうんですかね、僕自身がすごくなんかもう精神的にちょっと閉塞した状況があったので、それがなんかすごくスカッと晴れるような気持ちがしました。すごくもう田中さんにお礼を言いたくて今日は来ました。スカッとした、ありがとうございました。はい、それはやっぱり仕事の関係とかで、やっぱりそうですね、いろんな活動しててもやっぱりこう自分が本当にこうやるべきことっていうのが、その世の中のこうなんていうんですかね、文脈に本当に合わせるべきなのか、それとも本当はもっと別なことを何か打ち出してやらなきゃいけないんじゃないかとか、結局今いっぱいお金も流れてきていて、そのお金でどんどん人は動いていくんですけれども、その通り本当にやってしまっていいのかっていう、難しいよね。ありますね、やっぱり。でも結局食わなきゃいけないしみたいな、まずあるわけですね。すごく悩んでましたけど、来てよかったです。でも あの映画は その問題の答えになってないでしょ、別に。答えを欲しているわけではなくて、やっぱりでも何かこう進んでいくためのなんか力があれば、なんとかなるんじゃないかみたいな。何かこう全部閉じてしまってなくて、何か開けて光が見えてきてれば進んでいけるような気がしていて。でそうだね、田中さん会社を辞めになるときはすごく大変な思いあったんでしょ。それも、いや、やっぱ思ったのはね、今の日本、その怠けるつもりでなければ絶対飢え死にすることはねえだろうと、それは基本にあったよね。だから何とかして金は稼ぐ、はい、でもやっぱり佐伯さんが多分思われてるのと、そうだ、自分がやりたいことはこれなんだ、はい、でもこれをやりながらでも飢え死にすることはねえはずだ、はいはい、やれるっていうのはね、やっぱそれはありましたよ、はい、で経済なんかどうでもいいとは思ってないのね。だから自分が食っていけるかどうかっていうのは常に重要な判断の、はい、ポイントとして常に抑えてはいるんだけども、だからといってやりたいことを制限する必要はない、はいはい、飢え死にするんだったらそれはしょうがない、でもしないんであればやれる、はい、それはやっぱ僕の基本にはありましたね。そうか、そう、演劇なんかやる人にとっちゃそう思えるかどうかっていうのはでかいやな。そうですね、やっぱりそうですね、お金、そうですね、すごく難しい、活動する自分のやりたいことやるのとお金の問題がすごくずっとつきまといますね、やっぱり。ね、だから普通はその嫁さんが稼いで旦那はやりたい放題やってるってね、その世間の貧粛を買いながら旦那は嫁さんが頑張ってるからやるんだよあんなこととか言われながらも頑張ってて、その中のごく少数が日の目を見るみたいなね、はい、そんな感じだろうね。今結局一緒の仲間と、活動してても、実はその結局その何て言うんですかね、お金、自分何て言うんですかね、お金中心にこう何か動いてしまってるような雰囲気をちょっと感じて、でお金の受け取りをちょっと拒否したりとかもしてはいるんです今実は。なんかそういう、だから僕結構その集団の中でちょっと
ちょっと異を唱えたりとかするようなこともあって、結構辛い立場だったりも。受け取りを拒否するとは何その、あの結局その、まあ、自分なんて言うんでしょうね、お金、もともとその気持ち的にそのお金を得るためっていう気持ちではなく参加してはいたんですが、うん、でただそこに対してこう後からこうお金がまあ支払われるということが分かって、うんうん、でまあ、そこ僕もちゃんとよく調べなかったんですが、その助成金とかいろんなものの関係で絡みが、つまりまあビジネスとも絡んでいるのだということが、あ、まあ、後からちゃんとだんだん明確になってきて、だからすごくこう、なんて言うんでしょうね、すごく悩みましたね。あ、そっかそっか、そうそう、でちょっと待ってくれと。その分配の方法もあるだろうし、ありますし、まあ、ね、いろいろその気持ち、一人一人のまあ気持ちとか心情的なものとかもあったりとかして、お金がだから集団に対してお金が出てくるときには私は常にそれがやっぱあの問題として起きるだろうなと。どうしたら、本当どうしたらいいのか、ね、お金を分けようとするとやっぱみんなあの多い方がいいと思っちゃうからね。そうですね。あと そうするとね、変なその元々のそのなんかあのチームワークみたいなのがお金のために崩れる可能性も非常に高くて、はい、人間の欲がね。だからもし逆にそうなるぐらいだったら、もう最初からもう全くビジネスにしないとかっていう風な方がいいのかとか、するんであればどういう風にするのかをもうちょっとやる前にしっかりしっかり話すたかったっていう思いが、いやなんか、ね、具体的には分からないけど、まあ、想像はつくわな。でそれでみんなの意見と違っちゃって、佐伯さんだけあんなこと言ってるとか言って、そういうことだったかって下手すると浮いてね、あの人いつもそうなのよとか言われたりとかちょっとねあって、なかなかその信頼関係を築くのが難しい。難しいやね。ただそれもまあなんか日本分からないですけど、日本社会だからなのか、なんか僕大丈夫だろうとつまり それによって飢え死にしないだろうとか、僕もなんかなんとなくあって、それによって本当になんか本当に村八分にはならないだろうとか、そういうのはあって、僕の中ではまあ、でも、うん、すごく難しいなと思ってます。やっぱりいや村八分になる可能性もあるんだよね。だから誰か一人でもいいから、本当に自分 の仲間っていうか信頼できる友達がその組織の中に一人でもいればね、はいはいはい、全然違うんだけどね。すごくね難しい。うん、それがいるかいないかはでかいですよ。そうですね、うん、一人でいい、はいはい、一人でいいから本当の信頼できる仲間をそこに作っておくというのはすげえ大事。田中さんの場合はどうでした、あの会社を辞めになるときに、うん、まあ、どういう状況でした。いや僕の上はね、いっぱいいたよね。あのもうみんなやられてた、まあ、会社全体から見れればあの少数派で、みんな差別を受けてて仕事を取り上げられたり、職場の中でもう口聞いてもらえない人たちいっぱいいたけども、いたからね。で、そういう人たちを見てて、それぞれを見るともうしっかり仕事ができる人であるにもかかわらず仕事を干されてるとかね。だから誰が善で誰が悪かっていうのが一目瞭然に分かったわけですよ。だから自分に確信が持てたよね。自分の言ってることは正しい、で会社のやってることはこれはどう見ても悪だと、それに対して戦って悪いはずがないっていう確信があったから、まあ、楽でしたね。だからその佐伯さんの場合なんか逆に自分に確信を持つのが場合によっちゃ揺らいだりとかって多分あると思うよね。だからそれをどう維持するか、どう確信をそのより確立していくか、 そしてまた自分に対する理解者をどうやって作っていくかね。それはとても重要なことで難しいことだと思いますわ。そうですね、すごくこうみんな一人一人はすごくいい人でみんなすごくそれぞれのこう正義感みたいなものを持ってやってるのが分かるだけにこうまた難しくなっていくというか。そうだね、あでもね、大木電機の場合と違うのは向こうはもう正義感かなぐり捨てちゃってる。そうですよね。だからそこが違うわね。だから話せば分かるっていうのは大前提があると思うから、はい、やっぱり相手に分かりやすい言葉でその しゃべる、はい、で本当に自分が譲れないところだけを踏まえる、はいはい、だから譲れるとかやっぱり譲るんだよね、どんどん譲る。でここだけは許せないぞっていうのはもう絶対守んなきゃいけないけど、それは何なんですか佐伯さんにとって。ここだけは、ここだけはもうみんなが何と言おうと絶対俺は譲れない。多分そのまあ芸術をやっていて、その創作活動っていうのを多分複数の人間でこう行って一緒にチームとしてやっていくときに、
誰かがこうやっぱりこう誰かが満足して、うん、誰かがなんか嫌だったなっていう思いがこう残る、まあそういうことはもちろんたくさんあるんですけれど、うん、それがそのそれで終わってそのままになってしまうっていうのがなんか一番良くないと思っていて、誰かにとってまあ有利で誰かにとってこうなんていうんですかね、まあ、不利な場所っていうか、だから心地よくないと、心地よくないって、そうですね、でも難しいねそれ、集団でなんか芸術やる場合にはさ、そうですね、すごい難しいことだね、ただなんかその人と一緒に何かやるからには、うん、そのまあ、結局まあ自分は自分、他人は他人っていうのもまあ、一つそれぞれの個々の人間がまあしっかりするっていうのも一つありつつ、ただそれだけだとなんかやっぱり他人で終わってしまいそうな、だからもしその不本意ながらそのある人にとっては不本意ながらその演劇なら演劇の公演が終わったにしても、その後フォローしてあの不本意のままで終わらせるべきでないんじゃないかと、一人一人を尊重しようじゃないかと、そういう感じなのね。そうですね、なんとかしたいです、ね、一人一人の人間のを尊重したいという、そういうことですか。そうですね、はい、そうだね、それは理想だけど実際には難しいやな、そうですね、はい、特にね芸術の場合はさ、ね、私はこの振りが気に入らないっつってさ、でもその振りでやるんですかとかね、このセリフが気に入らない、多数決で決めるんですかとかね、多数決じゃないよね多分演劇っていうのはさ、やっぱ脚本家っていうのがいて、それで監督なりに集中しないと、多数決で芸術やっちゃうととんでもないものになる可能性あるから、ね、難しいよね、はい、うん、そうですね、そうなのよ、うん、どんな風に、まあ、でも人となんか物作るとしたらどんな風にやっていくかっていうのが課題ですね。いやとても深くて難しいテーマです、逆に本当にそれが本当にそれぞれがただそれぞれの思ってることをやりたいと思ったことをただやるために人が集まるんだったら、うん、それは結局は個人個人で一人でやってるのと変わらないんじゃないかっていう感覚がやっぱりあって、あと多分ね、世の中の見方の一つとしては結局客がどういう結果が生じたか、それによってね、はいはい、で客が本当に感動してくれたんであればそれでいいでないか、はい、というのは一つあるんじゃないですかね、できた作品の良し悪しによって判断する、はいだからスポーツであれば試合に勝てたか負けた か勝てればいい、でもやっぱ勝たなきゃダメだみたいなね、まあ、そこも難しいところなんだけどね、はい、でも選手が全然納得いかないプレーをやって勝ってもしょうがねえっていうのがさ、そのまあ佐伯さんの一つの考え方かもわかんないよね、納得いかないプレーをさせられて勝ってもそれは良くないんだ、そうですよね、うん、でも例えばサッカーで時間稼ぎのプレーをずっとしてるとか、おそらくずるいことやってね、ずるいことやって勝つのはやっぱり嫌だと、そうですね、うん、そうだね、そうだよね、うん、客の受けを狙ったんだけども、なんか低俗な受け狙いの笑いを連発させてゲラゲラ笑わせて、でもね客は見抜くわね、その時ゲラゲラ笑ってても、はい、腹くすぐられて笑ったのか心から喜んで笑ったのか違うというのは見抜くんだよね、はい、最終的にはね、はい、うん、そうだね、まあ、でも世の中見ててもでもどちらかというと今腹くすぐらしてでも笑わせればいいんだみたいな感じがあるわな、そうですね、やっぱりね、それはその時はなんかいいように見えて実は変な不快感が後で出てくるんだよな、いや、ね、まあそういう深いところを見ながら共に戦おうではありませんか、はい